皆様こんばんは。本日もプタリ信じてさようなら。明日もくぐ来てくださいな。毎日絶好調、絶好調と声に出して言ってみる。ブタリ真珠、指に指輪を一緒に描いたり、子供たちと楽しく遊ぶのもとっても楽しいでございます。本日ブタリ真珠、耳輪でさようなら。指輪を描いてみたり、お絵描き
嘘つきは泥棒の始まり。嘘の褒美。処世術も身につけるのも大切でございます。ちゃんと、はい、できました。というお返事も好感度を増します。できないこと、わからないことはどんどん調べて学ぶのが最善策でございます。ミスや間違いを犯す前には、ちゃんとわからないことがあったら、ちゃんと調べる。これは大切なことです。それではまたね。明日ももっと頑張ります。それでは。皆様もリラックスリラックスリラックス、私も明日も良い子の味方でございまする。ピアノが楽しくなるように、嫌いにならないように、先生も一緒に遊ぶ、これが一番です。神相撲に腕相撲、阿弥陀くじのガラポン挑戦会。あ、何でもやってみて、あら、面白さ。これが一番でございます。それではね。また。さようなら。